岸田文雄首相が日本医師会、日医の政治団体から高額献金を受けているとの報道を受け、ネット上では怒りのコメントが殺到した。日本維新の会の青柳仁議員が22日の衆院予算委員会で、日本医師連盟、日医連からの高額献金により、政府の医療政策が歪められていないかを追及。 首相は献金によって政策が変わることはあってはならないと政策判断への影響を否定した日イレンは2021年首相に1400万円武見敬三厚生労働省には1100万円を献金青柳氏は医療業界が嫌がるような改革が実行できないと今後は受け取らないよう求めたが首相は直接の回答は避けた 内閣支持率が20%台に低迷する中で、国民の感情を逆なでするような政治と金、ね、の問題の浮上にネットも紛糾。X、旧ツイッターには、ゴリゴリの利権、あってはならないって簡単不疑問不いつもひと事だな、賄賂ガネ、などの声が殺到、何にもメリットがなかったら1400万円もの献金なんかするわけないじゃない、との指摘や、 変わるもともと、ね、医師会よりだもんと皮肉るコメントも見られた日井は医療サービスの対価である診療報酬をめぐり医療従事者の賃上げを理由に24年度の改定で引き上るよう求めている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 有権者の半分以上は何の利害関係もない普通の国民なんだから政権に不満があれば必ず選挙に行って自民党以外にどこでもいいから投票したらいいと思うけどね自民党の議員だったり経団連や医師会に加盟してるような大企業だったり大病院の隙に税金を無駄遣いされ続けられるだけだしな。 もっと多くの国民に還元されるような税金の使い方をしなきゃ少子化は止まらないし人口は減り続けるだろうね自分たちにお金をくれるところを優遇する本当自民党のダメなところを分かりやすくちで言っているのがこの首相自民党に任せていては誰が首相やっても変わらないと思いますぜひ政権交代を。 次の選挙では自民党以外に投票しましょう医師歯科医師の年収が高額のは政治婚金額が他の団体に比べ高額なのと比例しますしかし問題は看護師他の医療従事者の報酬が低いためなり手がなく閉鎖を余儀なくされた病院も増加中であることです委員 病院の収入から従事者の報酬を決めるのではなく診療報酬のごとく基本給を国が規定し現場のハンボード重大度合いに合わせた上乗せを図る方式にしないと特に看護師は近々なり手がいなくなると思いますコロナで散々儲けた見返りなのかな こうやって利権の関係が成り立っているからたくさん廃棄処分になってしまったワクチンにも金出すし5類以降も今年の春まで渋った岸田君もここまで金の亡者だったなんてね今回は日本医師会からだけど他の団体からはどの程度なのか調べて国民に示してほしいしないだろうけどここまで不祥事出てまだ首相の椅子に座ろうとする感情だけは認めますよ 国会の運営は国民の運営であって権力者の運営になってはいけません常に国民が代表者議員を管理する権利が必要提案1代表者議員を全国民が管理するネットシステムを作ります一定数の批判を受けた議員は自動的に外部諮問委員会にかけられたり解任できるシステムです 選挙の時だけ国民に媚びを売る議員は少なくなるでしょう金の力で当選しても解任するリスクは高くなります首相もしかりすべての議員に対して国民が解任する権利を常に持つことが大切です提案に一定数の批判を受けた議案は外部諮問委員会にかけられたり廃案にできるシステムです 意味、費用対効果のない案損失が伴いそうな案明らかに癒着している案など権力による税金の使い方を防ぐシステムですこのシステムがあればアベノマスクによる損失は防げたでしょう議員も企業との癒着案は廃案になる可能性が高いからと企業からの提案を断れるでしょう 真っ当な政治家なら献金されても国全体のことを考慮して言いなりになったりはしないんだろうけど自民党の政治家は簡単に金でなびくか簡単に言いくるめられちゃうんだろうなと岸田さんたちを見てるとそう思えてしまうそして献金してくれた団体に便宜を図ることで国全体にどんな悪影響があるかを深く考えてないんだろうなとあるいは 塵も積もれば山となるじゃないけどあちこちで便宜測りまくって悪影響が出てしまってるみたいな30年以上そんな状態が続いているのではないかと政党交付金をもらっているのだから献金も資金集めパーティーも禁止にすればいいのに献金もらったらやっぱり不都合な政策など出せなくなるのが人のせいだと思います だから最初から献金なんて受け取らないと禁止にしてしまえば良いと思いますそれでなくても国会議員は先進国の中でもトップクラスの高額報酬をもらっているのだし政党交付金も党内で力を持っている人が配分するからその人がさらに力を持つことになるだけでしょうからなくしてしまえばいいのに。 政党は同じ志を持つ人たちが力を合わせて政策を実現するための集まりではないのですかそれならば、個々の議員が会避なり出し合って運営していけばいいと思います。国民の決税を使うのは違うのでは最近またいろいろ紛失しているけど、そろそろ岸田政権末期の前触れなのかな。 閣僚のの不祥事がこの時期にに一気に流出したり、政治資金問題が唐突に流出したりまたお金の問題がこうして出てきた庶民に対してはもうずっと前から挑戦的な政策ばかりしてるから多くの人が敵だと思っていると思うけど今度は減税とかトリガー条項凍結解除とか匂わせるものだから財務官僚やその関係の利権者を敵に回した感じかな どちらにしても岸田氏は、保身的で事なかれ主義を貫き、人の顔ばかりを伺ってきた軸というものが見えてこない、末端国民の自分の目から見てもそれは透けて見えてしまう、首相の器ではなかったのでしょう、統一教会に始まり、次から次へと自民党議員の不祥事が、ここ1年噴き出しているよね。 よくもまあこれだけ毎週毎週出てくるもんだと呆れる悪徳政治家が一人亡くなっただけでこんなにも抑えが効かなくなるもんなんだなもうパンドラの蓋は開いてしまった政治とカルト政治と金も問題は尽きることなくまだまだ出てくるでしょうやっぱり独裁政権はダメだ腐ってくるもう一度国民主権に戻した方がいい みんな次は選挙に行こう。一般的な開業医の平均所得は年3000万円ですが、医師会はさらに診療報酬を上げるよう要望しています。医師の高額給与に対して、医療従事者の賃金は他の職種と同じく実質賃金の伸びが見られず、勤務過重状態が続いても手当で処理され、基本給を上げようとはしません。 どこかの企業と同じで医師会が岸田と厚生労働省に求めるのは診療報酬の値上げですからそのうち医師会の期待通りになるでしょうそしてその診療報酬の値上げ分は患者に負担させるのです国の負担にはなりません例えば後期高齢者の社会保険料負担を1割から2割にするように 菱田は国民の生活を破壊するために頑張ってるのです1400万円に1100万円の献金とは医師会もお金が余っているのこのほかにもパーティー券の購入とかかなりの金額を使っていることが目に見えているね見返りに何を得ているんだろう国民の医療費負担増で出たお金で給料アップにつながるのかな 上流社会の人が利益を得て、下流の国民が負担増に苦しむ社会はおかしいね。献金も年に1回上限50万円くらいにしないとだめなのでは ?1400 万円も献金をもらって何に使っているのか支払い明細を公表するくらいの厳しさを設けないと政治家とお金の問題はなくならないのでは 特定の業界の支援を受けた議員がたくさんいるのが現実でそういう人たちは自分を支援してくれる業界のために仕事をしているそうしないと次の選挙で後ろ盾を失い自分の立場が危うくなるその状況が嫌なら投票という権利を行使して特定の業界の支援を受けている議員を落選させるしかないそれが選挙というシステム 老人や医師会が利益を享受するのは選挙の結果だからある意味当然のこと投票率が下がれば下がるほど議員の支援に熱心な特定の業界が得をすると思いますよ素直にただの清らかな心で1000万円単位を献金するわけがない何がしかの目的根沌がある受け取る側も相応の見返りをするのが当たり前 平然と追及を受けるまで何事もなかったかのように振る舞ういずれにしても国民の感覚からは程遠いですねへも垂れないようなふりをしてちゃっかり利権がらみの献金を多額に受け取る時の総理として何でもないでは済まされないことですやはり支持率によく出ています徹底的な調査を国会でしていただきたい 政権の中枢にいる人は献金は受け取ったらいけない江戸時代の悪徳商人とお代官の関係が世襲議員により令和の時代まで引き継がれている圧力団体からの現金注入は効果的だからな受け取らないと言えるわけない野党もスキャンダルほじくるより政治資金収支報告書を穴の開く,くらい読み込んで追及した方が受けるかもしれない